決戦まで残りわずかとなった井上尚弥選手とマーロン・タパレス選手によるスーパーバンタム級4団体統一戦。最近になって2階級での4団体統一を狙うモンスターに新たな動きがありました。というわけで今回は井上選手がビッグマッチに向けて招集した新たなスパーリングパートナーご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。井上選手を強化するため新たに来日したのはホセ・サラス選手とクリスチャン・クルス選手のメキシコ出身の2人。両者ともタパレス選手と同じサウスポーで、すぐさま井上選手とスパーリングを開始しました。スーパーバンタム級を主戦場とする身長170センチのサラス選手は同国のホープ筆頭で、通算戦績14勝 10KO 無敗、アメリカでも2戦を経験し、スピードのあるコンビネーションが売りだといいます。通算戦績21勝 11KO6 敗1分けのクルス選手は1階級上のフェザー級が主戦場で、父のクリストバル氏は元 IBF 世界フェザー級王者の経歴を有しています。クルス選手は過去に IBF 世界フェザー級王者ルイス・アルベルト・ロペス選手の練習パートナーを務めた経験も、構えを左右にスイッチ可能で器用に動くボクサーファイターとして知られているのです。井上選手の所属事務会長大橋秀幸氏は自身のブログで、最高の練習ができますと報告し、さらにスパーリングを見守り、素晴らしい出来ですと絶好調をアピールしています。また大橋会長は自身の SNS でプレゼントしてもらったというメキシコの伝統衣装に井上選手が身を包んだ写真を投稿。頭にはソンブレロという大きな帽子をかぶり、身体を覆っている黒いポンチョの胸元にはメキシコの文字、ファイティングポーズを取る2人に挟まれて嬉しそうな表情を浮かべています。ファンからは、メキシカンも素敵ですね、めっちゃ可愛い、直哉の着せられてる感が何とも言えない可愛い、何着てもかっこいいですねなどと見慣れない井上選手の姿に注目したコメントのほか、パートナーでかすぎ、直哉くんが小さく見える、パートナーでかい、ライト級くらいありそうですなどとコメントが集まっていました。井上選手はタパレス選手との4団体統一戦を発表した10月末の時点において、今はメキシコのパートナーとスパーリングを開始し、自分でも良いモチベーション内容で進めていると充実した練習ができていると明かしました。また大橋会長もメキシコ、フィリピンから5人のスパーリングパートナーを呼んでいて、すでに素晴らしい内容でスパーリングが始まっているとコメント。来日していたのは今回招集した選手と同様、ともにメキシカン、エリック・ロブレス選手とホセ・アンヘル・ガルシア選手の2人でした。井上選手はこれに対し、今日が外国勢とは初めてでした、今日やってみて練習になる相手、諦めない相手だと分かりました、2人は1ヶ月間いてくれるそうなのでギアを上げてやっていこうと思いますとのコメントを発表していました。また2人が1ヶ月間パートナーとして、また1ヶ月後にまたメキシコからパートナーとして来る予定、今のパートナーもすごく練習になるので延長してほしかったらという話もある、あと1ヶ月後に2人が来て延長もしてもらうかも、すごく良い環境でトレーニングができているので本当に環境に感謝していると説明。またタパレス選手と同様のフィリピン人ではなくメキシコ人を招集した理由を、自分からのリクエスト、フィリピンから今来ているけど、来ている選手っているのはタクマのパートナー、そこは会長とタクマが同じフィリピン人でよいかと話して、フィリピン人を呼んだと思うけど、自分と会長の話ではやっぱりフィリピンからのパートナーだと話が漏れちゃうので、だから自分のパートナーはメキシコ人にしてほしいと伝えたとし、情報漏洩を警戒していました。スパーリングパートナー2人のうち、ロブレス選手は14勝 9KO1 敗の23歳、フルネームはエリク・ロブレス・アイアラ、もう一人のガルシア選手は記録サイトボックスレクによると、フルネームはホセ・アンヘル・ガルシア・ロドリゲス、グアダラハラ出身で、戦績は9勝 8KO3 分け無敗となっています。彼らメキシカンのうち IBF スーパーバンタム級12位にランクされるサウスポーのロブレス選手は IBO のスーパーバンタム級王者でもあります。メジャー4団体と呼ばれる WBC、WBA、WBO、IBF に対し IBO は一般的にマイナー団体と区分けされています。それでもロブレス選手も正真正銘世界のベルトを保持する実力者で、井上選手の対抗チャンピオンです。彼が IBO 王者についたのは今年7月21日、英国スコットランド、エジンバラのリングでした。当時、IBF スーパーバンタム級11位だったリー・マクレガー選手との王座決定戦で無名であったロブレス選手は、3対0、判定勝ちを収めたのです。ロブレス選手の構え、パンチの打ち出しと回転力、フットワークからはタパレス選手を彷彿させるものが感じられ、仮想タパレスとしては最適なパートナーであると見られていました。この IBO のベルトは以前スティーブン・フルトン選手が所有していたものでもありました。そんな実力者らとのスパーリングを取り入れながら、井上選手は11月6日からジム内のフィジカル合宿を実施、地獄ともいえるフィジカル合宿をこなした井上選手はやりきりました。
今回は相手のイメージというよりもフィジカルの底上げ、気持ちの切り替えをメインとしてやってきましたと振り返ります。さらにこの集中合宿に週3度のスパーリングを入れた意図に関して、集中合宿でスパーリングを入れたのは初めて、週3回にしたのはやはりより負荷をかける意味がある。今週のスパーリングは疲れが溜まった状態でやったので、なかなか自分の思うような動きは疲れが溜まっていてできないところもあった。来週からは納得いくような内容にしていきたい。来週からはしっかりタパレスをイメージして練習に入っていく流れですね。スパーリングは続けていくが、疲れを抜いた状態、一番動くことができる状態で試合のイメージを上げていきたいと語りました。またこの日のスパーリングは予定の5回より1回増やしたというモンスター、これについても、疲れている中でもう1回プラスして上げていけるように予備タンク作りという意図ですと話しました。彼ら2人との1ヶ月間のスパーリングを終え、先日に井上選手は自身の SNS で、力強い助っ人パートナーだった、約1ヶ月間ありがとうアミーゴと、ロブレス選手とガルシア選手に感謝を伝えていました。投稿には彼らとのスリーショットが添えられ、ファンからはめっちゃかっこいいです、本当に強い、このバッキバキの腹筋を突き破れるボクサーはいるのか、日本が悲しいニュースばっかりで、井上さんと大谷さんのニュースでほっこりさせてください、日本の誇り豪快敬老を期待するしかありません、など大きな反響が集まりました。井上選手とタパレス選手によるビッグマッチは今や世界の注目の的、ボクシングファンやメディアによりさまざまな勝敗予想がなされていますが、内容はどれもモンスター優勢と見るものがほとんどです。タパレス選手の母国フィリピンのニュースサイト ABS、CBN ニュースでは、同国でスポーツライターやアナリストとして活動するエド・トレンティーノ氏の井上 VS タパレスに向けたコメントが掲載されており、自国王者に対し期待も寄せる一方で厳しい見解も述べているようです。11月19日に配信されたタパレスの特集記事の中で、もし直屋井上を倒すことができれば、彼はボクシング界で4団体統一王者になった最初のフィリピン人ボクサーとなる、 WBC、WBO、IBFWBA の4つのタイトルを全て獲得すればフィリピン人ボクサーとして初の快挙だとするトレンティーノ氏によるコメントを紹介しており、歴史的な出来事であると強調しています。しかしながら、同国史上初めての偉業達成についてトレンティーノ氏が語っているものの、他に彼のキャリアの中で最もタフな一戦になるだろうと試合内容に言及したことも綴られています。その上でトレンティーノ氏はモンスター井上選手について、今の井上は最高のパウンド・フォー・パウンドファイターの一人であり絶好調だと主張、さらに圧倒的に井上が強い、私はマーロン・タパレスがキャリア最高の状態で来ると信じているが、しかしそれでモンスターを超えることができるだろうかと試合を見通しているようです。ボクシング王国としても知られるフィリピンで初の4団体統一王者誕生への期待を背負うナイトメア・タパレス選手、それでも対戦相手として立ちはだかる井上尚弥という存在はやはり高すぎる壁なのかもしれません。勝敗予想を国内に向ければ、タパレス選手の勝ちを主張する者はゼロに等しい状態です。タパレス選手との試合を経験し勝利した元 IBF 世界スーパーバンタム級王者の岩佐良介氏は、基本的に引いて待つタイプで距離の取り方、空間支配がうまい、常にカウンターを狙っていたと思います。例えるならいつも後出しじゃんけんしてくる感じ、先に僕が手を出してからそれに合わせて違うパンチを出してくる、それでいて前に出てくるときはパワーがあるし独特のタイミングで打ってくるんです。サウスポー同士の戦いとなり、右ジャブの差し合いでは岩佐氏が優位に立っていたものの、想定を超えるパンチがあったといいます。タパレスの右フックは見えにくい角度からいきなり飛んでくるんです。しかも思った以上に伸びてくる、ジャブの距離よりも長いフックが飛んできますから、こっちがプレッシャーをかけている時もタパレスは何かを狙っている感じがしていました。嫌な空気感を持っているんですよ。するとフェイントを入れて予期しない角度からアッパーを突き上げてきて、これを狙っていたのかって、普通はあの位置あの角度からなかなか打てない、見えないんですよ、ここから打ってくるんだと思いましたと明かしました。また当時のタパレスはスタミナがなかったので、ただこっちがペースを掴んでいてもなかなか勝負に行けなかった、ずっと危険な雰囲気を醸し出しているので、ディフェンスもうまいんですよ、あまりパンチを当てさせてくれなくてミートもさせてくれない、危機管理能力は高いと思います、うまさではなくボクシングのうまさを感じましたとタパレス選手を評価します。しかしそれがモンスターに通用するかは別問題、岩佐選手も井上選手には勝てないでしょう、早いラウンドでの KO 決着になると思います、タパレス側から言えばかなり厳しい戦いになるのかなとコメント。番狂わせが起こるとすればという質問に対しても、ムロジョンのようにタパレスを舐めた場合ですかね、でもそれもないのが井上選手なので、だから強いんです、徹底しているんだと思いますと話しました。加えて
元東洋太平洋同級王者の勅使河原宏明氏は、井上選手とタパレス選手のどちらとも対峙したからこそ知る両者の強さの秘密を明かした上で、勝敗の行方についても率直に語っています。タパレスはもちろん強い、大きく振るパンチのイメージがあるけど、意外と技術がある、視覚から打つパンチがうまいとコメント。好戦的なサウスポーである一方、テクニックもあると評価します。また勅使河原氏は、一番印象に残ったパンチとして右フックをピックアップ。基本的にサウスポーの右フックは見えづらいけど、特にタパレスは見えづらかった。独特な打ち方で視覚から飛び込んでくる。試合映像では大きく振っているように見えるけど、いざ戦ってみると見えづらいと明かしています。この他にも警戒すべきポイントとして、スピードとか簡単な言葉では言い表せないけど、距離感をつかむのがうまい。一番危ない距離というか、一番パンチが効く距離感で試合をする感じだったと話した勅使河原氏。タパレス選手の得意な距離に入らせないことが勝負の分かれ目となりそうですね。一方で勅使河原氏は2度モンスターのスパーリングパートナー務めた経験も持つボクサー、以前に当時をボッコボコにやられたと振り返り、スランプにも陥ったと言います。彼はその井上選手について次のように語っていました。特別な選手だし、強いの一言、パンチ力がずば抜けていてスピードもあるけど、一番はボクシング IQ が高くて、手を打っても全てに対応してくる。先を読んで動いてくるし、駆け引きもうまい。全てにおいて3段階ぐらい飛び抜けている。両者と拳を交えた勅使河原氏は、この勝負の行方について、自分のボクシング人生を全て奪ったタパレスに勝ってほしい気持ちもあるけど、直哉選手に勝つのは厳しいと思う。どういう見せ方で勝つのかすごく考えているし、チャンスがあれば必ず倒しに来る。中盤から終盤にかけて KO で勝つと思うと井上勝利を予想しました。元世界2階級王者の京口博人選手は、元 OPBF 東洋太平洋ライトフライ級王者、元日本バンタム級王者の赤穂亮氏をゲストに公式 YouTube を更新。そこで井上 VS タパレスを予想しました。タパレス選手について赤星は、柔らかいボクシングをすると高評価。京口選手もバランスがいい、パンチはフルトンより打と評価しました。しかしながら京口選手は、いろいろデータ比較してもタパレスが井上尚弥に勝つイメージはかないときっぱり断言。赤星も、勝ってるところが一つもない、全部井上が上回っていると話しました。京口選手は、前半ジャブでダメージを与えてタパレスが強引に前に来たところ、カウンターの右ストレート、4ラウンド以内の KO 勝利と予想。一方の赤星は、俺は左ボディか左フックだね、始まって1分で勝負ついたというレベルだと思うが、タパレスが前に出れないと後半決着になると述べました。また井上選手のプロデビュー戦の相手を務めたクリソン・オマヤオ選手も、 TBS テレビの報道番組情報セブンデイズニュースキャスターの取材で、井上 VS タパレスについて言及しました。タパレス選手と友人でもあるオマヤオ選手は、井上が 100% 勝つだろうね、タパレスは勝てない、井上は絶対的な王者とモンスター勝利を予想。ボディへのパンチで KO をされたのは50戦の中で井上選手だけというオマヤオ選手。彼は、井上のボディブローは半端じゃない痛さだったと11年前の試合を回顧。井上のパンチは牛に突進されたような衝撃だった、彼は剛腕を正確に急所に当ててくるとモンスターの凄まじいパンチ力、そして急所を的確に狙う技術を称えていました。 TMK ジムの金平圭一郎会長は、タパレス選手のパンチ力を評価する一方で、攻撃力に関してはそれほど高くはないと分析。同じフィリピン人で井上選手と2度対戦しているノニトドネア選手や、井上戦を熱望しているジョン・ミル・カシメロ選手の方が攻撃力は高いと指摘した上で、直近のアフマダリエフ戦を次のように振り返ります。勝因はアフマダリエフが前半あまりも手数が少なくポイントを失ったことでしょう。アフマダリエフが後半反撃したけどもポイントが届きませんでした。勝つには勝ちましたが、この試合で高い評価を得ることができなかったと思います。世界2階級制覇の世界チャンピオンなので評価されて叱るべきだけれども、高い評価を受けるような試合をしていないのが現状なので、井上選手優位の声が聞こえてくるのだと思います。さらにタパレス選手がスピード、パンチ力など総合的に上回る井上選手を攻略するには、タパレスに勝機があるとすれば、打ち合いに持っていくこと、いかにして乱打戦に持っていくか、先のことを考えて戦ったら井上選手にやられてしまうとし、体格的にタパレスは小さいので距離を取ったらダメ、アフマダリエフ戦のように粘り強く最後まで諦めないことが大事だと思いますとの見解を示していました。元 WBO 世界ミニマム級王者福原達也氏もモンスターの圧勝を確信、タパレスが勝つ確率はほぼ 0% に近いし、勝てるとすれば KO しかない、積極的に前に出て一発を狙いに行くと思うけど、井上チャンピオンにはものすごいパンチがあるので、入っていきたくても
入れない展開になると思うと予想します。今回はサウスポーとの対戦となりますが、この点についても問題はないとした福原氏。井上チャンピオンのレベルになると、アマチュアでの経験も相当ある、サウスポーとも相当戦っているし、あまり苦にならないと指摘しました。それでも福原氏は、タパレスはアウェーだから判定では勝てないぐらいの気持ちで来るだろうし、実力者を倒してきている、気を抜けないとモンスターに細心の注意を呼びかけました。元 WBA 世界ライトフライ級王者の具志堅用高氏も井上 VS タパレスに対して予想を展開。公式 YouTube チャンネル NEXT チャレンジにて、具志堅氏は開口一番、判定はない、何回で倒すかだろうねと井上選手の KO 勝利を予想。油断したら向こうのペースにはまる、一発のパンチはあるからと警戒しながらも、当初井上がターゲットにし、タパレスに惜敗したアフマダリエフよりやりやすいのはタパレスと分析していました。タパレス陣営の戦略としては、とにかく1回から勝負するんじゃないかな、ラッキーパンチ打ち合いをさせるのではと睨んでいるようです。しかしサウスポーである相手の左ストレートやロングフックのパワーは認めながらも、ショートパンチは打てないので、大きいパンチをもらわなければいい、パンチは当たらない気がすると指摘。井上選手については、減量がうまくいけばスーパーバンタムが最高、体幹の強さはフェザーでもいける気がすると未知の潜在能力にも目を向けていました。またボクシング界切っての論客で、元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏は、素直に言いますね、見どころはありません、僕だって盛り上げるために不安とかも指摘したいですよ、でも嘘はつけないから YouTube 泣かせですよと苦笑い、勝負論が生まれないほどの大きな実力差があると強調しています。井上選手自身はタパレス選手の試合映像を見た印象、状態の柔らかさにディフェンスの良さがあって、思っていた以上に技術の高い選手とし、タフな精神力も警戒しています。しかし細川氏は、パラメーターがあるじゃないですか、打たれ強さとかスピード、パワー、テクニックとかいろいろ、その全てで井上が勝っていて、タパレスのパラメーターはすっぽり入っちゃうんです、パラメーターの1個でも2個でも勝つか肉薄していないと、と分析しました。さらに前線のフルトン戦を引き合いに、結果は井上の KO で圧勝に見えたかもしれないけど、僕らから見るといい勝負だったんです、それは体格や重い階級での経験というアドバンテージがあったからです、と説明します。その上で、でもタパレスにはない、だからすぐに終わると思います、井上がいつ KO をするかカウントダウンするような試合になりますよと予測を展開しました。もちろん昨年12月のバンタム級4団体統一戦で KO までに11ラウンドを要したポール・バトラー選手のように逃げに徹すればラウンド数が伸びる可能性も考えられますが、それでも結果は見えているという細川氏。彼はライオンはネズミを狩るのにも全力を出す、そのネズミがライオンに向かっていったところでどうしようもない、だから僕は4団体統一後に興味があります、ネイとかカシメロと井上がどう戦うかと締めくくっています。いかがだったでしょうか。今回は井上選手が来たるビッグマッチに向けて招集した新たなスパーリングパートナーについてを中心にご紹介してきました。世間からは楽勝ムードが漂う中、対策には一切抜かりのない井上選手、さすがとしか言いようがありませんね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。